ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふわお。なんだよ霊夢、そんなお色気シーンの効果音みたいな声出して。若干の失礼さを感じるけどまあいいわ。加納姉妹のブログを見ていたのよ。ファビュラスなブログだな。そう、コスプレも素敵だけどこんな大人なドレスが似合うのって加納姉妹か海外セレブくらいよね。まあ霊夢には、無理かな。何よ、どうせまんじゅうよ。まあまあ、それじゃあ霊夢に海外セレブの話をしてやろうかな。それで許してあげるわ。今回は突然他界した海外セレブ10選パート2を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一人目はカート・コバーンを紹介するぜ。ロックバンドニルバーナのボーカルとリードギターを務めていたんだ。1994年に27歳で他界してしまうんだ。ボーカル兼ギターなんてバンドの顔ね。その通りだぜ。いわゆる X 世代の代弁者と言われるほどロックの歴史上で影響力のあったミュージシャンだぜ。最近そのなんたら世代って多いわよね。少年時代からうつ病や持病の胃痛のために鎮静剤を使用していて薬の依存にも悩んでいたんだ。ついにはローマで自害をしようとするんだけどその時は未遂で終わったらしいぞ。そんな、自害を選ぶほどだったのね。自分のイメージ通りの曲が作れないことへの苛立ちもあったみたいだぜ。そのあたりの苦しみは本人にしかわからないわよね。その後ついにシアトルの自宅で薬を服用した上に銃によって自害してしまうんだ。え。その頃、離婚調停中でもあったことから金銭問題で命を奪われたって説もある。けどこのあたりについては進展ないみたいだな。悩みの尽きない人生だったのね。二人目はプーパックを紹介するぜ。プーパックはアメリカのヒップホップ MC で俳優でもあるんだ。プーパックって名前っぽくない響きね。本名もプパックアマル・シャクールなんだぜ。プパックアマルというのは古代インカ語で輝ける竜って意味らしいな。意味を知るとかっこいい名前なのね。だけど彼は数々のヒット曲を出すラッパーとしての活躍とは別に、警官への攻撃や名誉毀損事件といった悪さも目立つ人物だったんだ。ついにはファンへの乱暴行為で刑務所にも入っているぜ。有名人なのに悪い人なのね。この頃、ヒップホップ界では東西で激しい対立があってそこには裏の組織も関わっていたからな。でも驚きなのが刑務所内でレコード会社と契約しているんだ。そんなことができるのね。そしてウエストコーストヒップホップを代表する MC となるんだ。あのエミネムもプーパックに憧れて影響を受けているらしいぜ。アメリカらしいと言っていいのかしら？だけど友人のマイク・タイソンの試合をラスベガスで観戦した後、横付けしてきた車に攻撃され、凶弾に倒れてしまうんだ。何か恨みを買ってしまっていたのかしら？その時プーパックが契約していたレコード会社の創設者でもあるシュグナイトが一緒だったんだけど、犯人はシュグナイトを狙っていたらしいぜ。じゃあ単に巻き込まれたってこと？そうみたいだな。シュグナイトもそれを認めているぜ。それはちょっと気の毒ね。他界してからも多数の未発表音源が出てきては新曲がリリースされているから、本当は生きているんじゃないかって噂まであるぜ。それくらい人気のあるラッパーだったのね。三人目はダイアナ妃を紹介するぜ。彼女も説明がいらないくらいの超がつく有名人だよな。1997年に36歳で他界してしまうんだ。ダイアナ妃の事件はいろいろな場所で特集が組まれていたものね。彼女自身もイギリスの名門貴族スペンサー伯爵家の霊嬢として生まれて、第一王位継承権者ウェールズ公チャールズの最初の日となるんだ。もともと超お嬢様なのね。だけど1996年に離婚して、その翌年にパパラッチからの逃走中に、交通事故に遭って命を落としてしまうんだ。だけどダイアナ妃の件に関しては陰謀論もあるのよね。ああ、当時交際していたドディ・アルファイドとダイアナ妃が結婚してしまうと、彼女はイスラム教に改宗する恐れがあったんだ。未来の国王の母親がイスラム教徒っていう事態を阻止したかったんじゃないかって説があるぜ。じゃあイギリス政府が命を狙ったっていうこと？この事故は10年に及ぶ調査と裁判が行われたが陰謀論については次々に裁判で論破されていったぜ。だから陰謀論については噂止まりだ。そうなのね。いろいろな場面で影響を与えた人だったから噂もたくさんあるわよね。4人目はアリーヤを紹介するぜ。彼女はニューヨーク出身の歌手で女優だったんだ。2001年に22歳の若さで事故によって急逝してしまうらしいぞ。そんなに若い頃に？彼女は当初子役として6歳でアニーの舞台に立つんだ。11歳の頃にはラスベガスでショーも行っていたんだぜ。天才子役って感じね。そして15歳でアリーヤは音楽プロデューサーをしていたおじの紹介でアルバムデビューを果たすんだ。すごく才能のある子だったのね。だけど15歳の彼女はプロデューサーの R. ケリーと18歳と偽って婚姻届を出すんだ。もちろん年齢がバレて不受理になるんだけどな。その時 R. ケリーは27歳だったらしいぜ。それはちょっと、大人の方が自制しないとだわ。その後スキャンダルのけじめとして R. ケリーとは公私ともに関係を断って、新しいプロデューサーの下でセカンドアルバムを発表するんだ。
そして歌手としてだけでなく映画出演も果たして人気はうなぎ登りだったんだぜ。順調に再スタートをした時期に命を落としてしまったのね。PV 撮影後にフロリダへ向かうセスナ機が離陸直後に墜死したんだ。しかもその原因が機体の整備不良に積載オーバー。それにパイロットの飲酒や違法な薬の服用が原因だったらしいぜ。そんなひどいことがあるのね。5人目はレフトアイを紹介するぜ。彼女は女性 R&B グループ TLC のメンバーでソロ活動もしていたミュージシャンなんだ。2002年に30歳で逝去してしまうらしいぞ。彼女がいなくなってから安室奈美恵さんともコラボしているわよね。そうなんだ。TLC は90年代を代表するガールズユニットだからな。だけどそのコラボで安室奈美恵がレフトアイのパートを歌っているんだけど、遺族側はそれを事前に知らされていなかったんだ。素敵な歌だったと思うけど、何か問題があったの？そうなんだ。遺族側としては裏切られた気分だ。として怒りをあらわにしていたらしいぜ。確かにレフトアイのものを勝手に歌われたらいい気はしないのかもしれないわね。またレフトアイはトラブルメーカーとして知られていたんだぜ。恋人と喧嘩して同棲中の豪邸を全焼させてしまったり、自分の曲が採用されなかった時には他のメンバーに対する暴言を吐いたりってのがあったんだ。喧嘩で家を燃やされちゃたまんないわね。だけど新人アーティストの発掘やチャリティー活動の他に養子を迎えたりと様々な活動をしていたんだ。活動的な人だったのね。だけどハイウェイを運転中に運転を誤って木に衝突してしまうんだ。そしてそのまま帰らぬ人となってしまったらしいぜ。そうだったのね。その後ラストデイズオブレフトアイというタイトルでドキュメンタリーが放送されたんだけど、その中に木に激突する寸前までの映像があったんだ。この内容はかなりの衝撃を与えたらしいぜ。ファンからしたらショッキングだったでしょうね。だけどこの映像はレフトアイの遺族側から提供されたものだったらしいからな。ちょっと複雑な気持ちね。6人目はスティーブ・アーウィンを紹介するぜ。彼はオーストラリアの動物園経営者で環境保護運動家なんだ。2006年に44歳で急逝してしまうらしいぞ。聞いたことがない名前だわ。これなら聞いたことないか？アニマルプラネットでクロコダイルハンターという番組をやっていたんだ。日本のテレビでも紹介されたことがあるぜ。そっちなら見覚えがあるわ。猛獣に挑む人よね。そうだぜ。だけどグレートバリアリーフでドキュメンタリーの撮影中に赤エイに攻撃されて命を落としてしまうんだ。そうだったのね。赤エイのトゲには毒があるんだけど、さらには簡単に抜けないようにギザギザの返しがついているんだ。だけど彼はそれを自分で抜き取っているんだぜ。ワイルドね。直後にアレルギー反応や心臓発作が起こったのか、救急隊が到着した時にはすでに命を落としていたんだ。赤エイの毒って怖いのね。いや、赤エイに襲われる人は結構いるらしいんだけど、命を落とした例はほとんどないらしいぜ。運が悪かったとしか言えないわね。7人目はヒース・レジャーを紹介するぜ。彼はオーストラリア出身の俳優なんだ。2008年に28歳の若さで急逝してしまうらしいぞ。確かジョーカー役の役者さんよね。その通りだぜ。映画ダークナイトでバットマンの宿敵ジョーカーの開演が高評価だったよな。だけど彼はダークナイトの完成を見ることなく自宅のアパートで他界してしまうんだ。完成前だったのね。もともと不眠症で睡眠薬を使用していたんだけど、インフルエンザにもかかってしまって、その薬の飲み合わせが悪かったことが原因と言われているんだ。処方されたお薬でも怖いのね。きっちり飲んでいれば問題なかったんだろうけど、睡眠薬を多く飲んでしまったみたいだな。気をつけないといけないわ。ダークナイトが遺作になるかと思われたんだけど、ドクターパルナサスの鏡という作品の撮影中だったぜ。そこで親友のジョニーデップ、コリンファレル、ジュードローが代役として出演することになって、こっちが最後の作品となったんだぜ。4人もの人間が一つの役を演じたの？ヒース・レジャー演じる主人公の鏡の中の姿を他の3人が演じることで、ヒース・レジャーの演技はカットや加工をされることなく公開に至ったんだぜ。面白そうね。その作品も見たくなっちゃった。ちなみにヒース・レジャーの代役を務めた3人は出演料のすべてを彼の娘のマチルダに寄贈しているぜ。素敵な友情ね。8人目はブラッド・レンフローを紹介するぜ。彼はアメリカ出身の俳優なんだ。2008年に25歳で逝去してしまうらしいぞ。彼はどんな俳優だったのかしら。デビュー当時は金髪の美少年といった風貌で女性からの支持が高かったんだ。俳優業以外にもフローダットバンドというバンドのボーカルや作詞にギターも務めていたんだぜ。マルチに活動していたのね。だけど私生活では問題が多くて、違法な薬の所持やヨットの窃盗未遂で逮捕されたりしているんだ。他にも未成年での飲酒や無免許運転でも逮捕されているぜ。だいぶ荒れていたのね。そしてロサンゼルスの自宅で違法な薬の過剰摂取で他界してしまったんだ。こういったものだけは悪い結果にしかならないわよね。9人目はマイケル・ジャクソンを紹介するぜ。彼については言わずもがなって感じだよな。2009年に50歳で他界したんだ。
キングオブポップよね。同名のベストアルバムを発売しているくらいだしな。彼に関する噂話や訴訟に論争は数知れないけど、それだけの影響力があったことの裏返しでもあるよな。この世を去った時の経緯も話題になっていたわよね。そうだ。2009年6月25日にマイケル・ジャクソンは自宅で心停止状態に陥ったんだ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校附属病院に搬送されたんだけど、42分間に及ぶ蘇生活動も虚しく息を引き取ってしまうらしいぜ。確か彼の主治医が怪しかったって覚えがあるんだけど、主治医のコンラッド・マレーが投与した呼吸抑制作用を持つ鎮静剤と、麻酔薬プロポフォールの複合作用で心停止を起こしてしまったんだ。プロポフォールの投与中は呼吸状態等を常に監視し続けることが義務付けられているほどの薬だぜ。そうなのね。主治医はちゃんと見ていなかったのかしら？トイレに行った2分間の間に呼吸が止まっていたらしいぜ。不眠に悩んでいたマイケル・ジャクソンにかなりの種類の投薬を行っていて、専門家たちからも彼に対するカクテル投与はかなり危険だったと指摘しているんだ。お医者さんの処方だったら受け入れちゃうわよね。主治医のコンラッド・マレーが雇われた経緯は遺族側と、プロモーターグループである AEG ライブで対立しているんだ。どんな風に？遺族側が主治医として適格であるかを確認もせずに AEG ライブが雇ったというのに対して、AEG ライブ側は自分たちの反対を押し切ってマイケルが雇ったと主張しているんだ。正反対の主張なのね。裁判も行われたんだけど結果は遺族側の敗訴となったんだ。でも主治医の過失が認められてコンラッド・マレーには禁錮4年の判決が下ったらしいぞ。じゃあ事故だったってことなの？いや、この件については計画性の有無に関わらずた、だと結論付けられているぜ。主治医には多額の借金があった上に遺言書の信憑性も低いんだ。そうなのね。マイケルが他界した真相を明かそうと動いていた弁護士のピーター・ロペスも、翌年に不審な最後を遂げていて陰謀説も色濃く噂されているぜ。それでも彼は現在もたくさんの人に愛されているわよね。10人目はブリタニー・マーフィーを紹介するぜ。彼女はアメリカの女優で声優なんだ。2009年に32歳で逝去してしまうらしいぞ。声優もしていたのね。2006年に公開されたアニメ映画ハッピーフィートでペンギン役を演じたんだけど、その歌声が素晴らしくてサウンドトラックにもなったんだぜ。すごく美声だったのね。2009年にロサンゼルスの自宅のシャワー室で倒れているところを母親に発見されるんだ。すぐに病院に搬送されたんだけど病院に到着した時には息を引き取っていたらしいぞ。そうなのね。彼女は以前から糖尿病を患っていて、さらにその時風邪をこじらせていたんだ。原因は心不全とされているぜ。見つけたお母さんも辛かったでしょうね。しかもすでに撮影に参加していた作品や主演作品の撮影も控えていたんだ。これからも活躍しようっていう時に本人にとっても残念すぎる結末よね。にしても違法な薬だけじゃなくて処方された薬も正しく飲まないとって考えさせられることが多いよな。本当にその通りね。ということで突然他界した海外セレブ10選パート2を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。